ダークセイバーです。今回は、競馬の神様とか言われてるけどに対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。競馬の神様とか言われてるけど評論家として有名なだけじゃない？競泳ボーガンへの発言とかは人の心ないんだなって思った。競泳ボーガンはマジモンの競馬神が救ってくれたから。捨てる神あれば拾う神ありってこのことやな。ついてるんだかついてないんだかよくわからないけど、世代トップクラスの余生過ごせたみたいだしな。馬券の神様じゃなかったっけ？オールカマーの時にローレルをベタ褒めしてトップガンには結構釣れない評価だったな。結果はローレルの勝ち。あとシルクジャスティスは毎回ボロクソだった。この人腹ぼってりタイプの馬は嫌いだったな。関西の馬は知らないからって理由で本命にしないのは当時だから許されるだけで今やったら大ブーイングだろうな。実は渋沢栄一と縁続きである。そもそもこの人戦後の政策で一ファンの立場になっただけで牧場生まれで重くそホースマン側なのよね。本人ももともと親の後継いでブリーダーになる考えあったみたいだし。もともと馬乗ってた側の人だからそこら辺の競馬記者なんか立ち打ちできんわな。競走馬じゃなくて馬が好きなんだっけこの人だから馬を見る目が確かだったとか。小島太とバチバチにやり合ってた。大川が桜進撃を絶対来ないって言って勝ったレースを自身の会心のレースって言って皮肉ってるし。小島が桜ローレルの表彰式に以前管理してた坂井勝太郎先生呼ばないことを大川が批判してたし。小島と坂井の関係はどっちかっていうと大川さんあんま関係ないから。それ興味あるな何か確実あったの？小島太は現役時代に坂井勝太郎の娘に婿入りしたけど愛人問題で調教師開業時に離婚してる。まあ騎手時代の小島太のやんちゃっぷり考えたら残念でもないし当然なんだが。まあ競馬が殺伐とした時代を経験した人の中では温厚な方だと思うよ。大丸丸戦とかひでえもん。レジェンド帝王の調教師と大論戦になって競馬界のぬるま湯体質に失望したって言って実質敗走したからな。ジャパンカップでロツキータイガーを見抜いたのはさすがだったな。昭和の中でもやべえやつの集まりだった競馬界の上積みだから今の基準で見たらダメな発言はあるけど時代が違うからしゃあない。馬を見る目は本当に確かだからセーフ。オグリキャップのラストランを直後に冷静に分析できるくらいにはしっかり見てる。評論家として馬の状態やら何やらを的確に見抜くことが多かったから神様扱いだったのでは？ずんこの強化版。パーフェクト予想を達成したから競馬の神様と呼ばれるようになったんじゃなかったっけ。大川さん本人は神様呼びはふさわしくないって謙虚に答えてたらしいけど。20世紀だからこそ許された存在であって現代にいたら即やべえやつ扱いされるような人物だろうな。競泳ボーガンもだけどライスシャワーに対しても初戦ダービーで16番人気の馬って発言してるし。言いたいことはわからんくもないけど、言っていいかは別問題ってやつやな。今の感覚だとちょっとそれはみたいな発言もあるけど時代が違うから仕方ない。馬を見抜く目はかなりガチ。成部の高松の宮廃雪についてはさすがにこの人に同意した。まあ結局この人がひいきにしてたミホトレ戦も陰湿な風土あったしそういう土壌なんやろ火種とうか。エアグルーヴを和田アキ子扱いした人やん。強い女性牝馬ってことが言いたかっただけだから多分。エアグルーヴの大ファンなのでセーフ。引退レースもエアグルーヴを本命にして外しても全く後悔してなかったらしいですし。亡くなった時に伊崎先生が言葉詰まってて仲良かったんだなってなる。プライベートじゃ伊崎先生のことをしゅうちゃんと呼んでたしね。今も伊崎先生が予想を披露した後、大川先生の呆れる声が聞こえるとごく稀にネタにしてるし、本当に仲悪かったら名前すら出さないしね。新山には一貫して本命打たなかった話はむしろ好感が持てる。ウィキで経歴見てきたけど戦後すぐに父親が社長やってた会社退職して芸能の興行と土建屋やってた。ので当時なら間違いなく矢と繋がりがある馬主社長の競馬担当秘書になってるんだからなかなかのアウトローだし気合も入ってる人やんな。逆に口が悪くてもある程度納得がいく解説ができてマスメディアに出てこれてるのは、むしろちゃんとしてたんだなって気がしてきた。権威ある競馬おじさんだぞ。まあ杉本さんの実況も今だったら賛否分かれるようなの多いし時代ってことやな。そもそも今の価値観で過去の人間の言動を批判すること自体愚かしいことなんだよな。極端な話だけど、織田信長や徳川家康を現代人が大量殺人鬼と罵るようなもんだしな。まあ、当時の法律に反しているならともかく、言ってること自体は公の場で批評感想を述べているだけだしな。
逆に凱旋門賞に行って無駄勝てないから凱旋門賞に行くなと、昔の人に言えば絶対にブチ切れるだろうしな。当時の人にとっては凱旋門賞優勝は世界に追いつくための最大目標だしな。それを否定することは、日本は世界に追いつけないと言われるようなものだし、そりゃ怒るだろうよ。この人確か元栗富士支線の前田長吉氏の遺族を必死になって死ぬまで探してたそうな。結局見つからなかったらしいけど。なんで？つながりでもあったんか？もしかすると自家生産の重早がダービー2着になった時に乗ってたのが前田長吉氏だったからの可能性がある。あと普通に栗富士とその支線のが傷として残ってたんじゃね？官名批判派だったから今の時代の方が好きそう。鉄火場で予想で生計立ててた人だから賭けたり感染する側からしたらそらそうよという発言はちょくちょくあるのよね。走らせる側の都合なんて知ったことじゃない。鉄道鉄尾見る側の立場の。まあ競馬ファンは本質的に競馬おじさんってことだ。今も昔も、過去の発言と比較すること自体は悪くないやろ。あたかも今の世に発言したかのように語って叩くのが良くない行為ってだけで、昔より今の方が馬にドラマ性を見てるファンも多いから、大川さんから時々出るひいきの強い語り口はそういったファンからは反発でそうだが、当時は東西の格差もそれなりにあったことを踏まえるとおかしい発言でもないし。一昔前の阪神ファンみたいなもんと思えばええんよ。ぶっちゃけ競泳ボーガンやライスシャワーへの発言もマナーやモラルの域を出ない話でしかない。さらに言うなら当時の人々にとっては普通の言動で、それに賛同、同調する競馬ファンも多かった。というか杉本さんは今になってもライスシャワーのこと否定的に見てるぞ。ブルボンやマックイーンに勝ったのにもかかわらず戦績が安定してないから彼らに失礼だってね。強い馬を倒した馬の使命はそれに応えることだって思ってる人は当時から多かった。エフフォーリアなんか昔の時代だったらさらに叩かれるんじゃないかな。コントレイルやクロノジェネシスを倒したのに情けないってね。厩舎や騎手に向かって言うならともかく、一個人として自分の推しを破った馬がその後さっぱりなのが嫌なのはそうだろ。その馬が弱いと見られるならともかく、その弱いって見られる目線は任した馬にも降りかかるんだから。自分はそうは思わんし自分の推しでもない相手に何か望むのは行き過ぎてる気が正直するんやが、多分それは少数派だしだから時代とかギャンブルだからとか関係なく今現在でもある個人の価値観の話だなぁと思ったんよ。まあぶっちゃけ評論家とかアナウンサーという競馬村の外の人間だから言えた、言ってしまった発言だわな。現代だってコメンテーターや自称ファンみたいな外野の人間が好き勝手言ってるんだから何も変わらん。競馬というか、馬娘でもそうだが、一着を取ること、レースでも格付けされることを、踏まえて最強ってワードが使われるだろう。そうであるならば、必然的に誰が弱いか、強いかっていう比較は発生するんだわな。だから、これだけ強いやつなかったんだからこれからも最強馬として、強い馬として走ってほしいという考えは生まれているんだろう。自分の推しを任したんだから強くあってほしいまではいいとしても、その馬が結果出せなくなったらひたすら嫌味言ったりするのはやめてほしいね。去年かなり不快だった。結局新山のことはどう思ってたんだろう。一つ上の名水のことは絶賛してたみたいだが。現役の頃はこれまで培ってきた予想家としての指針に従って本命を打つことはなかったけど、引退後は馬そのものは好きだったよ。陣営の使い方には不満を呈していたけど。良くも悪くも好きかっていうことが許されてた時代の評論家だからな。ファンの側も競馬界側も今は好きかって個人の好みで、いろいろ言うと叩くし相手しなくなるしとかで評論家はやりづらい世の中なんだとは思う。それが悪いことだとは思わないけど、ベレー帽っぽいの被ってるからじゃねえの、何々の神様言われてるの。ブライアン、ブライアンはほんと人生の最後の最後の方だっけ？死んだのは1999年の有馬記念直前だからヤイアン、からまだ9年ある。大川さんが人生最後に打った本命犬は1999年有馬記念グラスワンダー。世紀末覇王を見せたかった。